たん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 。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、うわただよ。本日もよろしくお願いします。本日ご紹介するのは江崎グリコより2020年9月14日に発売された、美味しさと糖質オフを両立するブランド、素直シリーズから、素直重ね抹茶170ml、希望小売価格、こちらオープン価格となっております。こちらご紹介したいと思います。濃い抹茶、生クリーム、うち抹茶塩です。そして豆乳使用の 60% 糖質 60% オフです。ラクトアイス取ります。無脂肪固定分が 5%、 乳脂肪分が 0.9%、植物性脂肪分が 4.5% となっております。製造者は山広さん。アレルゲンは乳成分、小麦、大豆となっております。1個あたり97キロカロリー、炭水化物は 22g、 糖質が 9.2g、 食物繊維が 12.8g となっております。カロリーは気にせずお腹いっぱい食べるというおかぼ商品となっております。美味しいのは当たり前、体に気を配りながら 100% 食べることを楽しめる、体に優しい美味しさを作りたい、素直はそんな思いで生まれました。はい、では開けていきたいと思います。こちらは美味しさと糖質オフを両立する素直シリーズになっております。では開けたいと思います。体に気を配りながら 100% 食べることを楽しめる、体に優しい美味しさを作りたい、素直ブランドはそんな思いから生まれました。2017年2月にアイスシリーズから発売を開始し、現在はビスケット、プリンにも分野を広げ展開中です。どういうことなんでしょうね。抹茶のソフト、次にいただきます。いや違う、やっぱね、おいしい。重ね抹茶は宇治抹茶を使用した濃い抹茶と、北海道産生クリームを使用した滑らかで甘い抹茶の2色の抹茶アイスを贅沢に楽しめるミックスソフトです。豆乳やトウモロコシ由来などの植物繊維といったこだわり素材を使用し、糖質 60% オフ、糖質 10% 以下、植物繊維たっぷりとなっております。イオンです。濃い抹茶のところがうち抹茶で、生クリームが入ってる抹茶が、まあ、滑らかな抹茶ということで、さっぱりした抹茶ということで、とても美味しかったです。ただなぜ素直にバニラがなくなったんでしょう。まあカップで食べればいいって話だけどね。ソフトクリームは良かったんですよ。ぜひこの糖質オフ 60%、このうち抹茶結構こだわってるね。濃いところとさっぱりしてるところと食べれるんで、ぜひ重ね抹茶食べてみてはいかがでしょうか。この動画が面白いなって方はぜひチャンネル登録、高評価、関連動画も見てくれればまた喜びます。ではじゃあね。